6月5日から6日にかけて行われた令和3年度香川県高校総体で、坂出第一高等学校の女子柔道部が団体戦で15連覇中の高松商業高等学校から初優勝をつかみ取りました。インターハイ出場が決まった坂出第一高等学校は18人の部員で日々の練習に取り組んでいます。部を指導するのは監督の高橋和江さんです。部活動としては一生懸命にやること、楽しく明るくやることの2つを大切にしています。新型コロナウイルスが落ち着いていた時期には、土日や祝日に小学生から一般の方までが練習に訪れていたそうです。小学生や中学生の方に指導するために、一つ一つの技をきちんと理解するように練習に取り組んでいます。また一般の方と練習する際には、挑戦する気持ちで一生懸命に練習に取り組んでいます。決勝の相手は中学校では負けてた相手なので、勝ててよかったです。気持ちで負けないように練習でもっと頑張り、練習をもっと頑張りたいと思います。みんなで力を合わせて戦って、優勝できたので嬉しかったです。全国大会では優勝できるように、で、練習ではいろんな技などを練習してもっと強くなって頑張りたいと思います。初めてのインターハイ予選で優勝できるか不安だったんですけど、できて嬉しかったです。顧問の和江先生に教わった技を全力で出すことができるように頑張りたいと思います。優勝できて安心しました。インターハイでは1回でも多く勝てるように練習頑張りたいです。今まで夏のインターハイ予選や中学校の頃も2止まりで優勝したことがなかったので、優勝できてすごく嬉しかったです。初のインターハイの舞台に出れることが決まったのと、今年3年生最後なので一つでも多く勝って結果を残します。団体個人どっちも優勝目指してたんで、どっちも優勝できてよかったです。全国大会では自分の柔道がしっかりできるようにしっかり練習して、1回でも多く勝てるように練習を頑張ります。生徒選手には素直にありがとうと言いました。本当にうちは稽古がつらいので、それによく耐えて頑張ってくれたという思いでいっぱいでした。で、今後については、もっともっと伸び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 やれるように、そして、それでプラス結果が出てくれれば嬉しいなと思います。令和3年度第70回全国高等学校柔道大会2021インターハイは、長野県にある長野市真島総合スポーツアリーナにて8月8日より開催です。女子団体戦は3日目の10日からの予定です。全国での活躍が楽しみですね。